まあ、両選手のプロフィール紹介してもらいましょう。まずはチャンピオンからセルミニョお願いします。はい、ベネズエラのミランダ出身の年齢は27歳ですね。戦績は26戦25勝16 KO 1敗、昨年の5月ですね、あのウィルフェド・バスケスに、判定勝ちしてですね、 WBA の世界ジュニアフェザー級タイトルを獲得して、このタイトル3度防衛してるんですね。まあテクニシャンでですね、その懐が深くて長身の、まあ、技巧派の選手ですね。浜田さん、あの、はい、セルミニョはね、あのタイソン戦のアンダーカードで我々を見てるんですけども、はい、どんな印象でしょう。そうですね、その時にはですね、やっぱりあのリーチ長いですからね、このリーチは邪魔だなという感じと、それと、まあ、あの1ヶ月後に葛西が試合するわけですから、はい、まず怪我したらまだ伸びたら困るんですね。まず怪我しないでくれという気持ちと、それと怪我しない程度に打たれてくれと、ちょっと弱ってくれという気持ちの複雑な気持ちでしたけどね。という先輩の言葉がありますが、葛西さん、2年前にベネズエラの武者修行の時にこれ合ってるんですか。はい、試合があるという話もあったんですよね。ありました、リング上で、挨拶で握手もしてます。あ、そうですか、はい、一言で言うと印象どんどん印象でした。その時よりこの間会った時は、はいはい、やっぱ線が太くなったような気がしました。さすがに、まあ、体ができてきたんじゃないですか。ああ、そうですか、はい、という、まあ、印象があったそうですけれども、はい、さあそれではですね、葛西選手のプロフィールも紹介してもらいます。はい、あの横浜出身で、まあ、同い年の27歳なんですけど、まあ、あのセルメノより8ヶ月若いんですね、はい、戦績が27戦24勝16 KO 2敗1引き分け、あのこれまで日本タイトル、東洋太平洋タイトル、獲得してますね。まあ、一度あのバスケ選手にその挑戦して敗れたんですけど、その後海外遠征してですね、その力つけてきてます。あのパンチがシャープなそのボクサータイプで、特に右のパンチにその、強打を秘めてますね。はい、さあ、あのウィルフレド・バスケスに敗れ勝ってから2年と9ヶ月が経っています。葛西雄一世界最長戦の試合ご覧いただきましょう。12月21日会場はアメリカネバダ州ラスベガスにありますアラジンホテルのリングです。Introducing to you first the challenger on my left, fighting out of the blue corner. Entering the ring wearing dark blue trunks with gold lettering, fighting out of the Taken Gym in Tokyo, Japan. He weighed in at 121 and one half pounds. His record includes 24 wins, 2 losses and 1 draw, with 16 of his wins coming by way of knockout. He is ranked the WBA number one junior featherweight contender in the world. Introducing the challenger, Yuichi Kasai. And his opponent across the ring is the defending world champion on my right, fighting out of the red corner. Entering the ring wearing the colors of the flag of Venezuela, he wears red trunks with blue and yellow trim. He hails from Rio Chico, Miranda, Venezuela. He weighed in at a ready 121 pounds. With a record of 25 wins, only one loss, he has 16 of his wins coming by way of knockout. Tonight, dedicating his efforts to his new friend, Jonathan Poirier, please welcome the defending WBA Junior Featherweight Champion of the World, El Coloso Antonio. 葛西さん、この辺りも VTR というのはご覧、見ました。そうですか、見ました。どうですか、自分の表情を見て思い出しますか、この時の気持ち。そうですね、あの集中と、あと上がったら動いて、ずっと動いてる、ね、動いて、はい、動くっていうのがテーマだったんで、はい、その通り やってるなと思います。だいぶあのこの相手のセルメニョは挑戦が決まってからかなり相手研究されたと思いますけども、はい、最初の一番挙げるならば何をテーマに戦っていこうと。ジャブはもう当たり前のことですけど、はい、あれを、ね、まともに食らっちゃいけない。あとやっぱりミニアッパーをね、あー、やっぱ思いっきり振ってきますので、ええ、気をつけてはいました。ミニアッパーを気をつけていた、
さあ、まもなく試合が始まります。浜田さんはこの試合どの辺にポイントを置いて解説されていますか。まずはですね、やっぱりセルメのリーチが長いですからね、ええ、このリーチの左ジャブをとことん伸ばしてくるんですね、これを何としてでも避ける、もしくはブロックするという気持ちですね、はい、この何かこう間がありましたけれども、何か戸惑っていたんですね、ええ、選手はこの時間長いですよ、はい、長いですね、長い時間ですね、そうでしょうね、浜さん、こうやって見ましても随分リーチが長いなという感じですね。いや、本当に柏原10センチは長かったんじゃないですかね、身長は約同じなんですけどね、はい、黒人特有な手が長いっていうのは有利ですね。この右ですね、左を返しました、セルメニョ、これは効きましたね、もっと左を打ってからと思いましたけどね、いきなりあの長い右が飛ぶとは私もちょっと予想しなかったんですね、予想しないパンチがいきなり飛んできたなという感じで、ここは何としても踏ん張らなきゃいかんなと思いましたね、浅井さん、この時の気持ちは、いいパンチもらったようですけども、来たなとは思ったんですけど、ええ、それでも自分としても冷静だなとは思いましたね、自分自身やることをきっちりやんなきゃなと、はい、思い直したんで、食らった時にはやっぱりリガードっていうんですか、手が前の方に出てて、隙が できてましたね、なるべく体にくっつけようというのをやってました、ね、はい、いい感じがありました。ショート左です。浜田さん、そういった姿勢はやっぱり感じますよね、この映像からも、もう練習でやったらともう頭に叩き込んでリング上がりましたからね、はい、ですけど右の長いの、あれは3年前だったらダウンしてますね。ああ、そうですね、それだけ3年経って体を作って鍛え上げてリング上がったってことを言えますけどね、それぐらいやっぱり目の前で見て強烈なパンチでしたけどね、ボディを打ってきました。実際のところどうでした、割といいパンチでした、効きましたか。そうですね、出だしにちょっと効きましたね。あ、本人もまず左の長いのをブロックするというのを頭入れてるんですね、その時に、くっついたら右アッパーが飛ぶと、それは重点的に頭に入れてるわけですね、それがいきなり右の長いのを飛びましたけどね、ちょっと予想しないのが伸びてきましたけどね。この相手のリーチの長さというのは戦っててやっぱり感じました。基本的にもう向こうの距離と自分の距離違うんでね、やっぱ今右アッパー気をつけてたはずなんだけど、少しもらいましたね。それからこの時の印象というのは、なんとかダメージ回復、もう少し時間稼ぐという気持ちでしたけどね、はい、さてジョーさんはセコンドに入っていたんですけども、3人のジャッジでチャック・ジアンパがネバダのレフリーなんですが10対8つけています。あとは10対9でチャンピオンにつけているんですが、その辺を取られたのはしょうがないと思うんですけどね、10対8はないように思うんですけどね、棄権を制せられたことは確かですけどね、ただですね、本田会長もそうだったと思うんですけれど、バスケスの時のことをちょっと思い出したんですね、やっぱりちょっとショックだったですよね。それでできるだけ落ち着かせて、それで顎を引いてガードを上げると、そういう指示を本田会長出されてましたよね。インターバルの間は笠井さん、どういうことを考えました。やっぱりまたもう一度ガードの位置とかを確認ですか、はい、あと自分の足のダメージを確かめて、そしたら意外とそうでもなかった、残ってなかった。あ、そうですか。
まあ、自分もそんな倒れるほどの、まあ、ビデオ見たら意外といいパンチですけど、そんなパンチ食らったのかなっていうふうに実際は思ってましたね。やっぱり試合中というのは気合入ってますからね。まあ、セルメニョっていうのは結構波のある選手なんですけど、1ラウンド目かなり打ち気に出てたせいもあるんですけど、非常にシャープでパンチが切れてたんです ね, そ, うですね。それでちょっとガード固めて顎を引くっていうその指示が出たんですね、はい、浜さん、1ラウンド、2ラウンドのこう葛西選手の動きはどのように見えました？2ラウンドやっぱりまだ硬いです。硬いですか、はい、なんとか、まあ、このパンチは、セルメニョのパンチは速いですからね、まあ、どっちかというと普段はドスンパンチなんですけどね、この試合はスピードありましたから、なんとか、まあ、余計そこになったらいけないんで、打たすんだったらガードの上打たしとけと、そして時間稼いで、体勢整えばいいという、ふうなことを思ってましたけどね。チャンピオンセルメニョは序盤からもうスタートダッシュすごかったです ね, ね。もっと、この選手は左を打っていって そしてリズム乗る選手なんですけどね、左をそんなに打たないで思いっきり右がどんどん飛んできましたからね、はい、最初から勝負かけてきましたね。あ、でもアッパーが怖いですね。パンチが来ますね。あの東洋の選手が出すアッパーとちょっと違うんですね。伸びてくるんですね。ちょっと余計、いいパンチ。今あの笠井選手そのちょっと相打ち気味になったんですけど、まあ、タイミングのいいパンチだったんですね。あ、やっぱりチャンピオン打ち分けいい調子で出てきてますね、はい、また右を持ってきました。この辺から、まあ、チャンピオンの右あたりをブロックできるようになってきたんですね。笠井さん、やっぱりその勝負は懐に入ってという感じですか？入るまでの一瞬のクロスする瞬間ですか、はい、それでチャンス作って、でその後にクリンチするっていうのは相手がまだ意識があるってことですからね。入る前にいいのが当たればクリンチできないと思ったんで、はい、それ高めに組もうかなと思ってました。第2ラウンド終了しました。小泉さん、2ラウンド終わってどういう印象ですか？まあ、このラウンドもポイントは向こうに取られたと思いましたね。そうですね。それとですね、まあ、笠井選手はそんなダメージなかったって言っているんですけど、やはり本来の笠井選手の動きリズムじゃないんですよね、はい、だから1ラウンド目のやはりあのパンチっていうのを考慮したのと、セルメノがまだ調子がいいですからね、そのむやみに打ち込んでいくとですね、あのアッパーなりその長い右が来そうだったんですね。まあ、笠井さん、本田会長はじめいろいろなこう声が飛んでいたかと思うんですが、一番何にがこの時は印象に残ってますか？耳に残ってますか？あの冷静に冷静に受けよう、まあ、自分は意外と冷静に見て、はい、なってましたんで、あ、そうですか、大丈夫だっていうふうに答えてました、はい、で自分の気持ちを確認してまた3ラウンド目のゴング、はい、この試合は日本製のグローブを笠井さん使用してるんですよね。そうですね。自分は直前まで分からなかったんですけど、はい、日本製だなと思って。どう思いました？実際は。いや、まあ、やりやすい。変わらないんですよね、はい、試合になるとさほど、はい、ただあの馴染みがあるっていうのが良かったと思います、はい、右のクロス、自分がやっている時とこのように映像を見ている時と相手のこのとてもこう見た感じではリーチの差が長いなというのがまだ印象だけど、もっと感じました。もっと感じました、はい、もっと遠くに感じたこのくらいの距離だったらもう少し行ければなっていうように見た目では思いますけど、やってるともっと遠くっていうイメージがあったんで。ああ、そうですか。これなら手数出せって言われてもおかしくないですけど、まあ、ただリングサイドからそうすると中間距離で
中間距離というのは葛西一番得意なんですよね、はい、その距離で打ちに行ったら相手のまた回転がついてますからね、相手の回転の方が速いなという感じはしたんですね、だからもっと距離を詰めろというのがまだ3ラウンドの途中までですね。そして3ラウンドのこのラウンドの途中あたりからだんだん上半身柔らかくなってきましたね、はい、このラウンドちょっと柔らかくなってますよね、ガードを上げてパンチが来たらヘッドスリップして外してますよね。笠原選手も手数は出していたと思うんですが、チャンピオンが割と左をやっぱりこまめに出してきましたね。1ラウンド2ラウンド目っていうのは右をどんどん打ってきましたけどね、はい、3ラウンド以降あたりからだんだん左やっぱり多くなりましたね。これは採点にどう影響するかなっていうふうにちょっと後半心配になったんですけどね。笠原さん、この緩い左がヒューって伸びてくる感じが、はい、そんなに自分としてはもう最悪おでこで受けようっていう気持ちだったので、まさかポイントになっちゃうんですね。ちょうどこのクリンチながらの打ち方ですね、これもどんどん練習やったことなんですよ。心当たりからだんだん練習でやったことが出てきましたよね。そうですか。そう、今回はもう練習でやってたことが相当出ましたので、あ、はい、1ラウンド目2ラウンド目よりもブロックがもっと締まってますよ、ね、無理を取ります。第3ラウンド終了しました。3人のジャッジペーパー手元でありますが、3人とも、チャンピオンにつけています。ただ同じ10対9でもですね、1ラウンド目や2ラウンド目よりはですね差が少ないし、このラウンド結構柔らかくなってきて笠井選手のパンチも当たってますよね、はい、ただですねグローブの上からでもそのジャブをこうしてセルメラが出してるとですねペース取ってるように見えますね、うん、でまあお互いその有効なクリーンヒットっていうのはこのラウンドないんですけどね、だからラウンド全体をセルメラの方がジャブを出してうまくまとめてるっていうのがまあこれは結果論ですけどね、はい、そういう感じがします。自分では笠井さんどう感じてました、この3ラウンドまで終了して自分の動きあるいは気持ちは。3ラウンドくらいからやっぱり自分でも見た目通りに流れてきたかな、でもっとペースを、ね、リズムでっていうふうにやりたいなとは思ってました。あ、はい、まあ、ですから3ラウンド目から自分が考えたことができてきつつあったんですね。1ラウンド、2ラウンド目はとにかくしのがなければいけない、とにかく一生懸命というのが1ラウンド目、2ラウンド目なんですね、はい、そしてこのラウンド踏み込みが出てきましたよね。出てますよね、はい、距離が詰まってきましたね。近く感じるんですけど、あれ相当感じるんですよ、距離を。あのくらいの距離でも。まだ遠く感じますか。今くらいの距離でも。そうしますと1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドぐらいまではもっと感じたでしょうね。だから自分が届かない距離からどんどん相手のパンチが届いてくるっていう感じになるんですよね。小野さん、実際このラウンドはかなり距離が詰まりましたよね。詰まりましたね。そして相手の方が焦ってきたんですね。こういった揉み合いがあるんですよね。揉み合いを嫌がる選手ですからね、焦ってきましたからね。この揉み合いというのは両方体力使うんですけど、これはもうしょうがないことですから。この辺はブロックしています。あれはもう練習でやってたの出ました。あ、今のは練習、はい、はい、このラウンドは構成取ってますね、いいですよね。また腕を挟んで、反対側の手で打つ練習などもやった練習ですからね、やったことが試合で出てると、はい、普通試合練習でやったことの半分も出ないんですよ、普通は選手っていうのは、ね、これがだんだん出て、よしこの調子でいいぞっていう風に思ったラウンドなんですね。相手のジャブに対してまたジャブをどうすると、相手のジャブの方が長いですからね、これはやっぱり無理に伸ばすんじゃなくて、とにかく外さなければいけない、ブロックしなければいけないと。小さな右を持ってきます、チャンピオン。ただこのブロックしていてもグローブに当たってるわけですからね、はい、それが気になったんですね。
ちょうどその時見えきったですね。右目の足ですね。この時は何を感じました？自分頭ぶつけた覚えなかったんですけど、はいはい、頭か どっちなのかなって思うと。そういうこと考えてたんですか？あ、意外と出血してたんで、ええ、どうなのかなと思いました、ね。切った瞬間ですか、別れた後にやることっていうのは大事だと思うんですよ、はい、そこで畳みかけれるチャンスの場合もあるんですね。それだけど意外とセルメル選手がしっかりしてたんで、あ、これはまだカウンター取られたらまずいなって感じで思うとどまったんですけど、はい、ラッシュするのは。今左持っていきましたけど当たりはしませんでした。笠井さんらしい動きが、あの距離じゃね、やっぱり、ね、遠いんですよ。あ、やってるとまだ遠いですか。やっぱりね、空振りするってことは。浜さん、後半の笠井選手どうでした？いや、いいですよ。あの距離も詰まってきましたからね、ええ、まあやってる本人は大変なんですけど、リングサイドから見てると1ラウンド2ラウンドよりも明らかに詰まってますからね、そうすると力の入れる入れ切れる距離ですから。そして目を切ったと。その時笠井、目狙う気なかったか？あ、やっぱり実際遠かったんですね、左が、向こうが遠かったですね。あ、ちょうど右目だったかな。伸びないように伸びないようにしてたんで、体が伸びたところをもらったらまず、狙うようにはしてましたけど、まあ、ポイントとしてはですね、まあ、このラウンドは笠井選手のポイントですよね。ところがジャッジ3名ともそのセルメルのポイントいってますよね、はい、というのは笠井選手がブロックして、セルメルが距離取りながらジャブポンポン出してる、あれでペースを取られているように見られたんですね。はは、特にそのラウンドの前半ですね、ロープ詰めてかなり連打しましたよね、ええ、まあ、あの辺で構成は取ってたんですけどね。だからジャッジの人たちだから1ラウンド目のですね、セルメノのあのすごいパンチの印象がやはり引きずってたんでしょう。第5ラウンドです。3人のジャッジはネバダのチャック・ジアンパ、そして南アフリカのおなじみのクリスト・ドール、そして、メキシコのエルナンデス、この3種です。このラウンドからセルメノの戦法を変えましたね。どう変わりました？足を使って大きく動くようになりました。今まで、足を使って前に出る選手なんですけどね、足を使ってリングいっぱい動くようになりましたね。なんでそうなったんでしょうね。それはやっぱり相手の、まあ、相手というのはこれ笠井のパンチが接近するといいパンチ打ってくれると、それをやっぱ警戒したんですね。それとアウトボクシングに徹してポイントアウトしようという考え方にもなったラウンドでしょうね。目も切りましたしね、まあ、試合後セルメノが言ってたんですけどね、だから4番の目切ってからはアウトボクシングに切り替えたと、まあ、浜田さん言われた通りですよね。その距離取ってアウトポイントしようというのでここで切り替えたらしいんですね。浅田さん出てきましたがすぐ、ただそういったボクシングの常に左出しながらなんですよね。それが笠井がグローブで弾き落としてるんですけどね、それをどういう風にジャッジが取るの、イメージするのかなっていう風にちょっと気になってはいたんですけどね。4ラウンドで笠井さん自分の動きがもうでき始めて、このラウンドはどう感じました？相手が足を使い始めてきたんですか？逃げてきたなと思っていましたね。その前3ラウンド4ラウンドですか、自分のパンチいいのが当たってたんですか？入りましたね、手応えのある、はい、ってことはだいぶ効いてきたのかなっていうふうに思ったので、だからまあ先長いし、まだ5ラウンドですか、あと次、まあ、7ラウンドくらいあるじゃないですか、まあ、いずれ捕まえられるかな、捕まえようっていう気持ちでいました、うん、そうですか。浜さん、チャンピオンの顔を見てるとその焦りというのがこの後だん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 出てくるんですけども、出てきたんですよね。それとクリンチの時の余裕なさが出てきましたね、接近すると危ないっていうのがですね、自分も危機感として持つんでしょうけれど、それがために余計距離取ろうとしてますよね。ブロックしています。ブロック
したのがやっぱり相手の手数も参考になったんでしょうね。ブロック点とかブロック点とか釣ってほしいですね。そうですね、あの見てるとほとんどブロックはできてますよね。自分でブロックしようと言ってやってますからね、その辺も見てもらいたいところですね。しかし、三氏は、3人とも、まあ、チャンピオンですね。このブロックも練習でやったことなんですよね。だから避けて打とうとした場合避け損なう恐れがあるなというのを常に思ったわけですよね。というのは相手のパンチが、手元に伸びてくるんで、それだったら完全に、グローブで弾き落とすというやり方でしたけど、あのお父さんです、はい、あと手前が弟です、はいはい、よく似てますね。そっくりって言われますね。似てますよね。小泉さん、あの今セコンドで速いワンツーって言ってたのは小泉さんですか。そうなんですね、はい、私はあんまり声出さないんですけどね、まあ、本田会長あのこうして指示出してその中のポイントを縮小すると、はい、それで結局同じ指示をその左の耳と右の耳を両方言うっていう形ですね、まあ、ほとんどはあの会長が指示されてるんですね。もう3人がおのおののこと言うともう混乱しますからね。つまり速いワンツーというのはトータルした指示なわけですね、笠井さん。そうですね、その やっとけよっていうチャンスを開くのにってことじゃないですか。あ、自分も理解してましたね。あ、そうですか。でもなかなかそのワンツーっていうんですか、ええ、やっぱ少ないですよね。なんでですか。あのどうもイメージが遠いっていうのが、あの距離っていうのと、ね、距離感っていうのは違うんですよ。実際の距離はこのぐらいもう手出せるような距離でもですね、選手自身がね遠くてねちょっと届かないなっていう風な感じがあるんですよね。左動いた瞬間に、自分の左が動いた瞬間に攻め目の動くわけですよ、まあ、だからいきなりの右とかは意外と当たってるんですよね。あ、反応できてないわけですよ、ワンツーとかに持っていくと、もう左動いた瞬間にも多分動いてると思うんですよね。それも逃げてるって言うんですか。浜田さん、はい、このラウンドの2人の動きはどうですか。うん、距離がやっぱり詰まってきますよね。それでセルメヌも一生懸命動いてますね、常に密着することを嫌がって一生懸命捕まらないように動いてるね。右を飛ばし、また右。ちょっと聞いたんですよ、ちょっと顔すぐに嫌がりましたもんね。距離を取ります、チャンピオン。試合巧者ですね、この辺クリンチして接近戦、笠井選手の接近戦を壊したりですね。相手のが4センチほど上回ってますよね。どうですか、このクリンチ、体を合わせた時のプレッシャーとかそういう圧力みたいなのを感じました。強さっていうのを感じないんですけど、回ってるんですかね。先に左いいですね、先に体重を抜けてくるんで。ああ、今の簡単のいいですよ、はい、ここでもっと詰めたいんですね。これは高めに腕を回してきます。早い、あ、自分が早い。いや、あのミッチさん、あのレフリーがもっとやらせてくれるって言ってたんですよ、はいはい、なんか試合前にクリンチしても片方の手が空いてれば打っていいんだぞっていう風に、そういう指示だったんですね。終了間際いいパンチも入ったんじゃないですか今、はい、このラウンドは非常に納得したような今表情、自身出てましたけど、そうですね、まとめれたんで。ああ、そうですか。あ、この辺の表情もそうですよね、うん、今左、右から顔を出しているのが会長の会長ですけども、まあ、この辺りは会長の指示は上下に打て、はい、もうあの上ばっかりでなしに下も打てっていうことですね。このラウンドあたりからその下も攻めろっていうのを会長言われ始めたんですけどね、今の6ラウンド目は笠井選手のポイントですね。個性取ってましたし、いい右合わせてました、はい、ところがジャッジみんな向こうなんですね、あのセルメノのポイント。
だからまあボクシングポイントを取ったっていう面と、それからまあ何度も言うんですけど1ラウンド目のやっぱりインパクトがあったんですよね。浜田さんは6ラウンド目どう見ました？いやもう3回の後半からいい感じが出てきたと、はい、そして葛西が早い、早いって言ったのは分けるのですね、はいはい、のレフリーが入ってくるのがですね、そこが一つのポイントだったんですよ、うん、そこはこれからもどんどん出てくるんですけど、そこでもっと集中ができれば明らかに取ったなっていう、イメージを叩き込めたんですけどね、まあ、今言ってる、まあ、セルムノが今言ってる体を預けてきたと、そういううまさがあったっていうのは本人言ってますよね。この辺早いワンツーがちょっと出てき始めましたね、はい、もっと踏み込んでほしいんですけどね、でワンツーからワンツー当たらなくても次のパンチつなげて、できればロープコーナー追い込んでですね、構成取ってるように見せてほしいんですよね、ボディ打ってきます、しっかりブロックしてますけども、だいぶ遠いとこから入ってきますよね、あのアッパーもね、向こうは普通にやってるんですよね、セルミノ。リーチの中井選手は左ジャブが当たる距離から、同じ距離から左アッパーのボディブローをよく打ちますからね、遠い当たりの選手は一つ踏み込まないと届かないんですけどね。足を使いながらパンチの高さも割と出しています、まあ、ほとんどはその入っていないパンチですけどね、 そうですね、まあ、それが、まあ、ボクシングですよね、ええ、いいよく見えますからね、それもやっぱりチャンピオン側、セコンドの指示もあったと思うんですけど、チャンピオン側の一つの賭けですよね、それがポイントになるかどうかというところの賭けをやったと思いますけどね。チャンピオンはこの試合が4度目の防衛戦になります。右のクロス、この辺構成取ってますよ ね。どうでした？いや、もう手応えも、なんで行かないんだって感じですよ。あVTR 見てても早いですか？行けって感じですよ。行かなかったらやっぱりそれだけ入りづらかったっていうことなんでしょうかね、この時も。まだね、ちょっと行かないですね、行けよって感じですよ、うん、相手が右、Eサイドから入れてきました。クロスから左フルのフックっていうのをよく練習してたようですね。ゴンが鳴っていたような感じですけどね、右のストレート、第7ラウンド終了しましたが、ジャッジ3氏はこのラウンドもチャンピオンにつけています。このラウンドはちょっと難しいラウンドですね。だからセルメニオがですね、ボクシングして葛西選手のブロックの上からポンとパンチ当ててる、そういうのをその取るとですね、ボクシングポイントですね、葛西選手構成取ってるのがありますね。ただ全体的な手数は葛西選手が少ないです。これは有効打だけ見るとこのラウンドも葛西選手の多いんですけどね、まあこれジャッジが3人ともセルメノつけてましたよね。日本の審判の場合はこういった左ジャブというのはあんまり取らないですね、ええ、まあ、当たってないんですから、そのポイント取らないというのはそうなんですけど、お互いそのまず有効なクリーンヒット、その次構成、まあ、防御技術、そこでお互い有効ではなければですね、グローブの上からでも手出している方がやっぱり振り分けポイントをもらえることがありますね、まあ、それを取らないとまた振り分けられないですね。そうですね、また右をクロス持ってきましたが当たってはいません。チャンピオンです。第7ラウンドに入りました。葛西さん、中間のこのラウンドになりましたけども、自分の頭の中ではポイント、あるいはこう戦い方はどう、いずれもう捕まえられるなっていうふうに思ってましたんで、もう自分を追い詰めてると思ってたんですよ。中盤5ラウンド、自分としてはね、はい、意外と、まあ、くっついてあのぐらいになるとボディ打つじゃないですか、そうするとううう打ったりとかしてましたんで、まあ、いずれ止まるなと思ってましたね。浜さん、確かにチャンピオン嫌がってるし、コーナーの表情もね、決していいものでなかったですね。余裕がなくなってきましたよね、はい。
出血も後半ラウンドの後半にはまた始まるという感じでピタリとは止まっておりませんでした。相手も嫌がってることをできたつもりであったんですけどね。右ショートです、チャンピオン。この辺からですね、セルメノのパンチの威力が本当になくなってきたんです、というのは踏み込んで打ってないでしょ。打ったらともかく逃げようっていう姿勢で体の重心がちょっと後ろへ行きながら打ってますから、これからがチャンスなんですね。で、事実セルメノちょっと疲れ出してきてますね、1ラウンド目2ラウンド目のスピードないですよね。動きが鈍ったの分かりましたか、笠井さん。いや、もうそれはもう敵面に分かりました。ただ逃げて、やっぱ逃げられると距離が違いますので、まあ、もっと詰めなきゃなと思ってました。はい、はい、これが固いブロックです。まあ、いいですね。うまいですよね、そこの後は。そうですね、前に出てくるから、体をつけて。あー、左に下がっている。ちょっと叫んじゃいますね。思わずご自分に向かって、行けって、行けと言ってますけども。ちょっとここサウスポーになって攻めるんですね。変化をかけてますけど。さあ、詰めました。カウンターを取ろうとしています、チャンピオン。入るときにガードを締めたままちょっと体振りながら入るといいんですけどね、まあ、やっぱり本人のその打とう打とうっていう気で蹴る、詰めよう詰めようっていう気があるんですね。ちょっと余裕ないんだと思いますけどね。浜田さんはもっとこう追い込んでいくような、詰めていけばいいというようなことをおっしゃってたと思うんですけども。ああ、いいやつか。そうですね、相手が詰めにロープ自体に動いてましたからね。そこを相手を釘付けにするようなところがあれば、はっきりと取れたんですけどね、ポイントは。今のはいいラウンドだと思うんですが、取れてないんですよ。1人がですね、その笠井選手のポイント、2人がですね、そのセルメノのポイントです。というのはまとめ方がやっぱり甘いんですよ。まあ、これ結果なんですけどね、もっと3人ともが笠井選手のポイントにつけてくれるような詰め方、できればロープコーナーを追い込んでパンチを打たないと。やはり見た目がやはりセルメニアスタイリッシュだし、中南米的でグローブの上からでもポンポン手出してなんかポイント支配してるみたいなペースになるんですね。実際いいパンチは笠井選手に当ててるんです。さあ、第9ラウンドです。片右、片押しのクロス。先ほどおっしゃったように右はね、いきなり右が入りますよね。もう、やっぱそれでその前にちょっと変化つけて距離を詰めてるんですよ、ええ、だからやっぱ右は届く距離にいて、で、向こうは反応できないんですよ。ただこんな中南米の選手と戦う場合難しいのはですね、ジャブをどの程度使うかなんですね。ボクサー同士が多いですから、ジャブ出すとですね、相手はすぐ反応したり右クロス持ってきたりするんですね。かといって右から右から例えば笠井選手が攻めてたら自分のリズム柔らかさっていうのがなくなるわけですね。実際それなかったですね、乗り切れてないっていうか、まあ、ただですね、笠井が自分本来のアウトボクシング左を出してワンツーストレート打つと、ああするとまたセルメノの方もやりやすいですよ。そういった難しいところがあったですね、この選手とは。だから笠井選手自身がボクサータイプなんですよね、まあ、これだけ長身ですし。ところがセルメノに対するとボクサーファイターというかファイター的に戦わないといけない、自分の本来のリズムよりもっと構成取ってますよね。だからそこでですね、本来のその笠井選手の出ては入り出ては入りしながら柔らかさを作るというのがですね、ちょっとなくなっている面があります、はい、相手ゆえにですよね。この辺はちょっと振りながら入ろうとしてますよね。一つかわして左、さあ詰めました。今の沈んで左よく狙ったのがいいですけどね、ブロックされましたけど、
ろな動きが出るようになってきましたね、クライアントね、特に、はい、で同じことやったら効かからないんですよ。同じことを何回、2回連続続けると、うん、その辺で変えよう変えようとは思ってますけど、右カウンターに今今パチンとこれね、ただちょっと浅いんですね。それとやっぱり3つ当てないと続けないといけないよね。ポイント取られちゃった。あれでさっきのチャラみたいな強消しですよね。ポンポンときますけども、多分避けるのはダイナミックに避けなきゃいけないっていう感じもしますよね。だから避けてるぞっていうのをもっとアピールしないと。笠井さんはね、ポンとアウトにいいカウンターです。多分あれポイントになってないんじゃないですか、一番最後のこれが。9ラウンド目終了しましたが、この9ラウンド目9ラウンド目がですね、三者三様ですね。そうですね、だから10対10つけてる、人がいますし、逆に10対9葛西選手、逆にそのセルミン選手だったりと、本当に三者三様なんですけどね。まとめ方が甘いんですよ。でいいパンチは本当葛西選手の方が、ゴング寸前の右 の, あのパンチ、そしてから左フック、そして右当たってるんですけどね、まあ、途中セルミン選手の強いジャブですね、あれをちょっと食ってる面もありますけど、やはりもっと手数が欲しいですね。それから打たない間に相手のパンチをグローブの上でもやっぱり自分はブロックしてるつもりなんですけどね、あのジャッジから見るとあれがペース取ってるように見えたんですよね。右の目尻出血止まっておりません、チャンピオン。さあこれ10ラウンド12ラウンドということから見るとあと3ラウンドですけど、どういう指示を受け取りました？もう崩さないようにですか、自分のペースを崩さないでいい感じで来てるからということで、はい、で小泉さんからはもう少しまとめろ、うん、実際さっきから小泉さんが言われている通り、まとめが甘いところがあったので、はい、それをだから小泉さんはもうここでやってくれよって感じ で, あ、そうで自分を聞いてやらなきゃなとは思ってました、ええ、飛び込んでいきます、はい。まあ私はそのアシスタントセコンドですからね、指示はまあ本田会長出されてるわけですけど、ポイント計算でですね、プラス目引き目の場合と、それから逆に辛く出た場合と二通り頭の中で計算してたんですね。どの程度ポイント来てるんだろう、ここまでその辛くつけられるともう1ポイントか2ポイントくらいじゃないか、でそのいいコーダー取っていくとここまででイーブンか1ポイント負けてるぐらい、うん、だからそうなるとですね、もっと的確にポイント取るためにコーナーロープ詰めてもっとポイントをそのまとめろまとめろって言ったんだよね。会長もそういうふうなことを言われてましたよね、はい、この辺から、ま、毎回言われてましたよね。あ、そうです、まとめろまとめろって言われてました。チャンピオン右を返してきます。この辺りはどうですか、2人、まあ、相手も必死だなという感じがしましたね。ずいぶん激しく打ち合います。それで、あれが当たってるやつ、ロープにつながら、でも左出すのが気になったんですね。これがどういう風に立ってるんだろうと、常に出してますね、左を。それがどういう風に取るのかなと。そして、結構セルムの状態を後ろにのけぞらすわけですよね、避け方が。その場合、まあ、ボディ打ってというふうにも言ったことがありましたけど、この体勢で右ストレートをボディに打ちにくい体勢だったかな、葛西。打つべきでしたね、うん、相手が後ろにのけぞったら右ストレートをボディに打ったな。そして相手を前かがみなさせたところを密着してまた、そうそう、うん、ビデオ見たら、やっぱり打つべきですよね、うん、だから相手がそこはちょっと上半身が相手柔らかいから、はい、そうすると上に思い切り、うん、思い切り後ろにはのけぞるから、この選手は。10ラウンド終了です。
まあ、このラウンドはですね、まあ、2人がですね、葛西選手のラウンドで、1人がセルメニョのラウンドですね、はい、セルメニョもちょっと足元に火がついてきたんですよ、うん、なんかプレッシャーかけられて、その、まあ、連打持ってこられてますからね、もう7、8、9あたりと、はい、そこでこのラウンドはいつもよりちょっと手を出しましたね、とか無理して手を出してもんだか顎上がってるんですよね、うん、余計あそこでスコーンとさっきパンチのシーンがあって当たらなかったんですか、あれが当たってたら本当にあわやダウンっていう風な感じのシーンがあったんですけど、この辺のシーンっていうのは葛西さんが望んでるシーンでもあるんじゃないですか、チャンスですよね、チャンス、あこのパンチ、ここですよ、もうちょい、この後の返しですね、ええ、さあ、あと2ラウンド、11ラウンド目、あと2ラウンド残して葛西さんはやっぱり同じような気持ちで、はい、であとこんだけ逃げて、もう4ラウンド過ぎからずっと逃げてたから、はい、絶対途中で必ずこのラウンド逃げながらでも来る時があるなと思ったんですよ、まとめてくる、ええ、そういう時って意外とアウェア上げてくるんで、そういう時こそチャンスかなとは思ったんですよね、それまで自然に攻めて、はい、で小泉さんはもうまとめながらと思って、で11ラウンド目の前にですね、まあその勝負しろって言って、私本当に 4,5 回しか言わなかったです、この試合の時に勝負しろって、というのは10回目に相手が打ち気に出てきてますから、結構ガードも開いてますし、ここでパンチが当たりそうな気がしたんですね、そして12ラウンド目になったらですね、その逃げる可能性もありますから、その打ち合ってダウンさせるってしたらこのラウンドなんですね、ここでダウン取ればっていう気があったんでね、11ラウンドこそ勝負どころですね、葛西選手本人はどうだったんですか、そうですね、もう、まあ、自分はもうまとめれば捕まえることができればそこでチャンスでもう畳み、もう終わらせようっていう、ね、はい、気持ちでいました、この辺は、もう完全に逃げ腰ですよね、自分の好きなこう今の左フックですけど、あれは相手の動きを読んで先に出したパンチですね、ああいうのも当たるようになったので、まさにこの2人だけを画面で見てみますと完全に葛西ペースですよね、そうなんですよね、だからよしこの調子でもっと押していけっていうのをあの解説責任で思ったんですけどね、ただあのセミナーのこうやって下がりながら左を出してるわけですね、はい、あのブロックされているにしても出してるわけですね、これがどういうふうに映るのかなと、だからここでロングのパンチからショートのパンチに切り替えてですね、下から上に行きたいですね、嫌がってるんですよね、これで下から上ですね、左アップ左フック、まあ、これも結果なんですけど、セルメニョがジャブしてきたときひょいっとかわして左フック叩きつけて、それで右合わせて左フック返す、いいですよねこの辺、はい、あしかしロングです、11ラウンド目、このラウンドも割れたラウンドですね、まあ、2人が葛西選手のポイントですね、はい、まあ、このラウンドは葛西選手のポイントです、さああと1ラウンドだけになりましたけれども、どんな気持ちでした、まあ、あの競ってるとは思ったんですけど、自分に分があるのかなっていうふうに思ってましたね、 であと最終ラウンドをポカしないでちゃんと攻め切ればなんとかって自分はそういうふうに思ってますね、 あとそれなりにまあ考えてラウンドの後半は必ず無理でもいいから手数っていうんですか出すような、はい、イメージ的にラウンドの後半はいいっていう、なるほど、あるじゃないですか、それで やってましたんでできてたと思うんで、でもちょっと甘いところもそれはありますけどね、でもそれより向こうも逃げてましたね、それ以上に、はい、今会長が最後の一言を念を押すように付け加えました、何て言ったんですか、あもう
勝負していいんだからなって感じ。ああそうですか、はい、行けよ、ラストラウンドです。だと思います。私はポイント、まあ、そのプラス側とマイナス側つけてましたよね。でポイントが来てる場合はこれでその来てればイーブンかぐらいだな、ラスト勝負だな。で逆にそのボクシングポイント取られてるとかなりその負けだなと。いずれにしてもこのラウンド本当に行かないといけないっていう感じだったよね。自分のセリミノが来なかったんですよ、このラウンド、はい、ってことは、あれこいつ来なくていいのかなって思ったんですよ。自分は競ってると思ったんで、最後くらいは取りに来るかなと思ったんですよ。で、取りに来ればまたチャンスもあるし、そしたら足また足使って逃げてたんで、おかしいなとは思うんですよ。放送席の浜田さん、どう見てました？このラウンド、最終ラウンドはどっちかというと大事にいったなという感じを受けましたね。どちらが？いや、葛西ですね。あ、そうですか、はい。もう完全にさばきに入っています。しのごうしのごうという体勢のチャンピオン、逃げ込みに入っていると見ていいでしょうね、まずね。そうですね。敵も去るもの、引っかくものですね。全然なかなか本当にきちんと当てさせてくれないんですね。この辺クリンチしたりですね、もう逃げ込み作戦ですよね。したんですけれども、今ようやく抱え上げられました。どういう気持ちでしたか？いや、やっぱこう上げてもらいましたし、ね、勝ったかなと思いました。まあ、ボクサーボクシングやってる選手は、ね、みんなこうなると、勝ったと思いますよね。まあ、ラストラウンドもですね、2人のジャッジが葛西選手、もう1人が10対10ですね。こちらはどういう気持ちだったでしょうか、チャンピオン。採点を待っているところです。浜田さん、はい、どう思いました？だから、セルメルの動きながらの左をどういうふうに見てるんだろうと、それがやっぱ最後まで気になりましたね。浜田さん、ラスベガスのジャッジ、そのポイントのことについても、ね、触れてましたけどね、はい、そればっかりが気になったし、試合ですね。そしてこれが仮に日本の基準の日本タイトルマッチの採点の仕方だったら、はい、取ってたなというふうに思ったんですね。そしてラスベガスどうなんだろうというふうに最後までやっぱ思いましたね。我々も何回か行きましたけども、えっという採点がありましたからね。ありますからね。あ、そうかという。さあ、採点があります。3対0です。118対109。あとの2人は117対112でした。3対0でチャンピオンが
4度目の防衛に成功しました。10ポイント差っていうのはね、ちょっとおかしいと思いますね。18対109がありました。だから117対112っていうのはその、まあ、セコンドしてまして、その厳しい目と、それからそのどうですか、プラス側に見ると1ポイント勝ちですね。だからその間に入って、はい、まあ今一番最後の表情出ていたんですが、私も見てて一番感思ったのは、試合後の表情がなんというか爽やかだったのが印象だったんですが、きついことかもしれませんが、どういうことを思いました、相手にコールがあったときは。そうですね、まあコール来る前、ニューってそれね、言葉がコイ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 と思って、スチールって聞いたときに、あ、負けたか、まあ自分としては勝ったと思ったんでね、だけど自分も出し切ったんで。